南館西立雇用館愛知県当時美術館は愛知県瀬戸市にある当時期の県立博物館。旧名称は愛知県当時資料館。愛知県の100周年記念事業として1972年に建設が計画された。しかし、翌1973年秋のオイルショックに伴う経済の低成長の煽りを受け、規模は半分になった。 1978年6月1日、愛知県当時資料館として開館。その後、1990年度に最初の計画通りの規模への拡張工事がスタート。増改築された当時資料館は1994年7月に完成し、第2回愛知町並建築賞を受賞している。当初は、さなげ山麓の鎌跡の資料の保存を目的としたが、近年は、 現代の陶芸作品や世界の焼き物全般にわたった企画展に力を入れている。2013年6月1日に現在の名称に改称した。森に囲まれた丘陵地にあって、本館、南館、西館、陶芸館、雇用館、茶室、東緑庵からなる。本館は地下1階、地上3階に7つの展示室とギャラリー、ショップ、レストラン、杜氏、 図書室が設けられており、日本の陶磁器の歴史、外国の陶磁器の常設展や特別展、企画展が行われる。南館は2つの展示室に、子供向けに平易に解説した展示や体験コーナーを設ける。西館には、東製の狛犬のコレクションを展示する。陶芸館では制作体験ができる。雇用館では、平安時代から鎌倉時代まで使用された鎌跡を、また、 復元雇用では、室町時代に使用されていた大釜や江戸時代の上り釜を復元したものを見学することができる。2008年に発足した日本の当時専門公立博物館で構成される、組織当時ネットワーク会議の創立メンバーである。ありがとうございます。